というわけでディズニーランドインパ当日でございますけれども、いや本当ですね、もう本当に素晴らしいお天気に恵まれまして、本当ですね、早速レンズに雨が来ましたよ。はい、存分に楽しんでまいります。はい、行きましょう。はい、カリブの海賊行きたいと思います。国内アトラクション最高ですね。はい、観察させてください。というわけで、にやすけさん、何でございましょう。運命のエントリー受付の時間です。マジでドキドキだね。マジは、まずはマジカルパーリーピーポー。パーリーピーポー行きましょう。座長、私が責任持って行ってもらっていいですか。早い。早い。早い。なんか、はい、シンキングタイムないですか。早い。じゃあ、まず見ていきますか。この怨念をクラブマウスに当てましょう、うん、そうしましょう、行きますよ。はい、あ、ドン。エラーですか、これは。エラーかな。シビーね、シビーね。まあ、楽しんでいきましょう。これからですね、ポリネシアンレストラン、はい、予約しておりますので、というわけで私はパンケーキセットを頼ませていただきました。いや、すごいじゃないですか、このボリューム。ずっとパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい人じゃないですか。これはなんか、プラットフォームが違いますね。なるほど。ということで、こちらのすごい豪華なパンケーキ、はい、美味しくいただきたいと思います。どうぞ。そして、私がいただくのはステーキ丼です。でも、いただきます。雨が止みました。手切れてますよ、座長。あ、はい、私の力で雨をやめさせることが。それは違うな。いや、嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいね。嬉しいですね。いや、気持ち晴れ晴れ。はい、というわけで次に行きますのはこちら。手が切れてこちら。はい、やってまいりました。いや、ようやく来ましたね。乗りたかったんですよ。いや、めちゃくちゃこれ大好きなんですよね、我々ね。楽しみでございます。真っ暗でどこかわからない。あ、わかんないですか。うん、グランマーサラのレストランでございます。うん、なんか分かりにくいボケだな、それは。素晴らしいマークでございます。ありがとうございます。こちら今もうサングラスかけておりますので、私何にも見えません。確かに。スプラッシュマウンテン、ちょっとまだね、また小雨降ってきちゃったんですけど、楽しみたいと思います。皆さん、こんにちは。劇団ムーンの月出です。にのすけです。というわけで、にのすけさん、なんでござんしょう。本日11月9日火曜日、はい、久々のムーンウォークやっていきますか。やっていきましょうか。今日はどうですか、にのすけさん。混雑的には、そうですね、ただいまのお時間は4時半ぐらいということで、はいはい、もうすぐ夕方を迎えようとしていて、うん、でも早くも皆さん、エレクトリカルパレード待ちでしょうかね。そんな感じですね。いらっしゃる、そんな感じですね。早めにかなり、ね、6時半でしたっけ、エレパは。うん、確かそれぐらいの時間ですね。そうですよね。いや、だから皆さんもうね、2時間
前ぐらいから待っておられる方もおられるということで、気合入ってるね。まあ久々のエレパはね、気合入るよね。というわけで、うん、今日はですね、イーストサイドカフェ、はい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 、こちらの予約もプライオリティシーティングですね。一応取ってるんですよね。一応念のためね。はい、ちょっといろいろエレクトルカルカレーこないエレクトルカルパレード、はいはいはい、ちょっと兼ね合いとかでね、うん、ちょっとどうなっちゃうかわかんないんですけど、はい、私たちの胃袋の都合もありましてね。そうですね、もしかしたら行くかもしれませんので、はい、はい、ですね、そちらのレビュー楽しみにしていただきたいと思います。はい、というわけで料理が運ばれてきました。いやー、もう嬉しいですね。私たちのためにこんな飾り付けすらしてくださって最高ですね。いやー、もういただきましょうか。ぽっくりはたくさん並んでますけれども、はい、というわけで、こちらはサンプルでございますがそれはね、イーストサイドカフェ、はい、行くことになりましたので、ありがとうございます。ちょっとサバハラ沖のスイーツセットいただいちゃいましょう。はい、行ってまいります。というわけでこれからエレパが始まります。エレパ楽しみですね。いやー、ちょっと興奮が冷めないでしょうね。そうですね、はい、頑張りたいと思います。楽しみましょう。
わけで、はい、エレパが終わりまして今歩いてますけど、もうやばすぎた、マジでやばすぎた、ちょっとなんかやばかったですね。いやー、やばかった、本当にまだ動揺してるでしょ。動揺というかもう心臓が本当に止まった。今もう動いてない。なるほど、本当に、まあ、エレパ全体としても感動したんですけど、はい、なんでそんなことが、そんなことになってるんですか。夢というか、はい、憧れの、はい、でも尊敬するエリサさんが、はい、僕に向かって、僕だけに向かって、はい、投げキッス。あれはでも間違いなく、うん、してましたね、マジで僕だけだった。宮助さんに To You してました、ね、いやマジでちょっともう、あーすいません、いやちょっと今宵は寝れないんじゃないですか。いやもう言葉出ないですもん、ね、え、あとでなんかすごい高級なディナーとか奢ってもらって、いやマジで、いやもう本当にスワロフスキーのなんかあれとか僕買いたい、欲しいんですけど、買ってくれますよね。本当に本当に、ね、今日は何でも許してくれますよね、マジで、はい、いやーやばい。というわけで賑やかな音楽とともに、はい、心も高揚しております。はい、というわけでもうなんか何も手つかなそうですね。そうですね、はい、はい、まあちょっとこれから帰るか、はい、まあちょっと帰りとはね、もう逆の方向に歩いてますけど。そうね。いやーきつー、いやーちょっとこの感動は久々でしたからね。はい、というわけでビッグサンダーマウンテンに参りました。来ちゃいましたね。はい、乗りたくなっちゃいました、やっぱり。まあしょうがないですよね。もう一盛り上がりいきましょう。まだまだ夜は終わりません。お知らせお知らせどうぞ、お知らせが優先ですから、マスク大事ですよ。いや楽しかったっすね、マジで楽しかったね、本当に楽しかった。いややっぱり、うん、いいですね雨の日。無理やりだって、すごい無理やりだって。やっぱりなんだかんだ言ってもやっぱりね、うん、一日楽しむと充実感ありますよ。あ、それはあるね。本当にいい一日だったな、うん、またこんな一日を過ごせたらいいなと、うん、強く願いますね。本当だね。はい。This is a Tokyo Disney Resort announcement。アナウンス大事ですから。アナウンスは大事よ。うん、というわけで皆さん、はい、おやすみなさい。